春は昭和震災後を行いましたので、工場宣言さんに、先生方あと今日いらっしゃっている方、多くの方にご協力というご支援をいただいているということに感謝をしております。でそのことについて、これから説明をしていただきたいと思います。明かりを少し暗くしていただければと思います。で工場宣言はこのように、のどごとで工場が発生しているのどごとで真下に工事するのが症状が発生して重さが20グラム非常に小さいものですけど、いわゆる内部容器ホルモンを作る容器で、こういった食物繊維の用途から工場がホルモンを作る、それから貯蔵したりするということです。で調整の形をしていますけど、真ん中が胸部といいますけど、右側が右腰、左が左腰で、こう取り入れていくと水体容器となったわけです。で、結節紙はしこりのことといいますけど、甲状腺にしこりができるものには悪性と良性があって、悪性にはほとんどががんなんですが、乳頭がん、露胞がん、髄腰部、乳管、甲状腺悪性といいます。これでほとんど甲状腺がんの 95% をしています。で実際乳頭がんが80から 85% くらいして、非常に大半が乳頭がんで、良性腫瘍は露胞性腫、そして先週の甲状腺腫は一応腫瘍の厳密には病理組織学的には腫瘍じゃないですが、しこりを作りますので、こういうものがで、これはタイトルが抜けて申し訳ないですが、甲状腺がんの平均年齢、ここは50歳中心で女性に圧倒的なので、言葉は悪いですが中年女性に多発する疾患であるということになります。で、ここですね、20歳以下、19歳以下は 1% で、14歳以下は 0.3% と若年者に極めて、回れたということが言われます。で、甲状腺がんはどの程度のがんの中でどの程度かというと、必ず生存率で比較するわけですけど、固形がん、血液のがん、白血病やリンパ腫を除いた固形がんの中では、一番いいというのです。5年相対生存率が一番高い。まあ、いろんなやり方によっては前立腺がんとか、もうあまりにも乳がんも結構良くなりますが、甲状腺が非常にいいということがよく知られているということであります。で、もう一つの特徴は、これが下がらないほど死亡者がいないということです。で、英語で書いてあるんですけど、こちらが45歳未満のグループです。で、こちらが45歳以上のグループです。ここの2つで分けて45歳以上の方が、死亡例が出てくる。甲状腺がん全体というか、甲状腺乳頭がんはほとんどを占めると言いましたけど、甲状腺乳頭がんだと10年生存率が 95%、その中で分けてもこういうふうになります。で、特徴として、甲状腺がんにある特徴としては、年齢が上がるほど予防や再発が多くなる。で、若い頃に命に関わらないということになります。で、これは45で聞きましたけど、いろんな診断基準や用語医師が45とか55で聞くんですけど、世界、まあ、日本でも採用している診断基準は45歳のところで、乳頭がん、露胞がんを合わせた分化がんは、病気分類、ステージというんですけど、病気分類が変わります。そのくらい年齢というのは大きな意味しています。で、甲状腺がんの検査法ですけど、多くの場合、この3つで病悪性の診断が可能であります。触診、超音波、精子組細胞診、これで病悪性ができます。で、悪性が疑って手術を想定された場合に、どの程度まで、腫瘍が進展しているのか、または浸潤しているのか、あと調べるために CT や MRI、アイソコープを使う新陳代謝というのを使います。で、治療法ですけど、治療法は一般的に手術療法、一番特徴的には抗がん剤は効きません。既存の抗がん剤はほとんど効きません。先ほど出た未分化がん、あと悪性リンパ腫だけは抗がん剤がよく効きます。非常に悪い、悪性リンパ腫は抗がん剤で治りますし、未分化がん使っても治りにくいですけど、この2つ以外のものは通常の分化がんを中心とした甲状腺がんは非常に、進行が遅いので作用しか出ません。抗がん剤を一切使わないというのが一般的な話です。ただこれもですね、専門家では今最近分子標的治療薬という新しい薬が全くいろんな治療に使わない人に使われ始めておりますけど、基本的には抗がん剤というのは全くいらないというのが、いわゆる私どもが大学で学生に試験を出して講義するときの答えです。あとはアイソトープ治療、
放射線の陽性131を内服させる治療ですね。これが実は転移をしているところ、肺転移とか骨転移も効くということで、これが予防を良くしている理由の一つでもあります。あとはほとんどが手術なんです。手術は、全摘もしくは半分という変容切除とか、一部のコースアゼントとかありますが、いろんなその人の進行具合に応じて、手術、術式を選択します。で、特に、リンパ節が甲状腺の周りにありまして、これに転移することがありますので、なるべく必要な範囲を取る。特に甲状腺乳頭がんのがリンパ節悪性が生じています。で、小児甲状腺がんということであります。先ほど言ったように非常に少ない。甲状腺がん全体の 1% 未満。で、年間人口比100万人当たり1から2名とここも書いてあるんですけど、まあ、いろんな資料で、特に我々、例えばこれは教科書ですけど、こういう風の教科書にも、パッと書いてあるんですけど、その出典というのはいろいろ量の遡って、かなり前の出典になります。それだけ我々、甲状腺がんの登録っていうのも、学会でもやってたのも、個人情報保護から2000年の前半で1回中止してるんです。でなぜかというと、そういうことがあって、すぐにリアルタイムに、学会レベルで、甲状腺がんの頻度というのをすぐ出ないのが現実になる。で、今、それをなんとかしようという話が出てるんですが、そういうことでリアルタイムにいくらというのは得意でない、特に子どもは分かってないということがあります。で、ここからの事実は、よく分かっていて、乳頭がんが、リンパ節が、肺転移が、予防性に比べると、放射線誘発の甲状腺がんがあるということが知られています。で、小児甲状腺がんの頻度、これはなるべく新しいのが先ほども出てきた抗がんの論文ですけど、2009年アメリカの話ですけど、甲状腺分化がん、乳頭がんの抗がんを合わせたもので、10歳未満だと100万人、10から14歳になると20万人、15から19歳になると7.5万人、で、思春期以降になると精査が出て、女性に多くなって、それ以前は精査がないということであります。で、小児を何歳まで小児に15歳以下を小児というするか、10歳未満とするか。で、大雑把に我々小児用甲状腺超音波検査と、我々のものも歌って18歳以下なんですが、実際18歳までを小児とするかどうかというのも、非常にいろいろな医学報告ではいろいろばらつきがあります。で、それを若年者といったり、英語だとアドレッセンスという言葉があるんですが、日本語は非常にそこら辺、いろんな使い方があって、こういう問題の時にいろいろなところで選出が起こる。で、小児甲状腺がんの特徴ですけど、リンパ節転移がこちら成人に比べると多い、肺転移が成人に比べて多い、しかし30年での生存率も 90%から99% と極めて高い、がんにしては極めて高い生存率を示すというのが特徴であります。それで、これは2010年、震災前に私もこの著者に来ているんですが、このガイドラインを、我々、甲状腺のガイドラインを作ったんですが、小児甲状腺が、あるいは小児予防がんは成人に比例して、予後に差異が存在するか、こういう大きな問題だった。小児甲状腺が成人と比較して、長期の生命予後は良好である。その中で、小児乳頭がんは診断時に進行したがんであるように見える。実際、肺転移が多かったり、リンパ節転移がものすごく多かったりして、我々外科医は慌てるわけですね。適切な治療によって良好な長期の生命予後は得られるというふうに書きました。ですから慌てて適切な手術をしないようにということを非常に言っています。で、小児予防がんも報告例は少ないんですけど、予後は良好と考える、要するに悪くないということを書きました。で、ここからは福島の放射線量はどうだという話をお話します。これは私ども県民健康管理調査の基本調査で得られている外部被曝線量、震災後初期4ヶ月くらいのデータなんですけど、今45万人まで7月31日のレベルで分かったので、3ミリシーベルト未満が 99.4%、 で2ミリシーベルト未満が 95% という値で、一番高い人で25ミリシーベルトです。ただこの方は、計画的避難というふうに長期間居住していた、そうそうしている方で、あえて共有しているということは分かったと思います。また、内部被曝ですけど、内部被曝、特に今回は甲状腺の話ですよね。甲状腺に特化して、特に初期の内部被曝というと、やはり脳卒の問題が一番問題になると思うので、いろいろこう直接測られた測定は非常に反撃が短い要素ですので、測定がなくて、こういう個人内部被曝線量、計測と大気拡散シミュレーションを組み合わせて、
線量を推定したというのが法医研から今年の1月の新聞中で出されたものであります。その結果、県民全体の甲状腺線量は中央値として12シーベルト未満であり、比較的高い地域においても線量の 90% 台地ですね、上の方向でそれでも32シーベルト程度と推測され、推計され、ただ今回の推計結果に多くの不確かさ要因がありますので、さらなる検証が必要であると、ここでは述べられていますが、原発の周辺ですと、ここが3時、ここが3時、ここが3時、これが一番最大の 90% 最大ですから、この程度だということです。その他に弘前大の常浪先生も同じ時に話されて、いろんな推計をされているようですけど、これは浪江町のところで最大 4.6 ミリシーベル。でも、セシウムの換算値を変えてみて、一番高い換算値でも18ミリシーベル。こういう点で出した20ミリと非常に近いのか、まあ、こちら 90% 対立ですから、そうですが、まあ、こういうことが出ているということであります。で、スピーディーのデータが、事故直後に出なかったので、その後3月で出たデータ、3月というか、これ3月9日から4月24日までですね、それの試算ですけど、甲状腺がんの発症するリスクが甲状腺に100ミリシーベルト以上の被ばく体を増加するというのがあるとすれば、この、ここがちょうど100人の甲状腺の1歳児の透過線量ですね。これはかなり厳しい条件ですね。1日あたり24時間1歳の子どもが、まあ、ずっといるということで、ここに100ミリシーベルトというのが最大限推計されるだろうという地域なんですが、実はこの中はもうすでに避難してますので、残っている飯舘、川俣、あとはこのいわき市の人を1080名、ブロックして、スクリーニングしたということですね。これは原子力安全委員会から報告されていますけど、1080名ブロックした。で、この時は今の条件ですけど、このスクリーニングレベル、100ミリを超えるというのはどういうことかというと、このサーベルメーターで測った時は 0.2 マイクロシーベルトパワーが100に1対1の倍相当する。そうすると、一番高い人で 0.1 マイクロシーベルトパワー。ただ、ここはこのスクリーニングのこの値で出てますので、年齢で観察しなければ、1歳の人が一番高く出るわけですけど、この中に、この辺に1歳の子がいるわけですけど、後で他の報告を見ると、全体で、もう40から45に1人いた、ミリシーベルトにいたといったら、あとはほとんどこちらということで、50を超える人はいなかったということであります。で、これをチェーノブリーの報告されている1576年の甲状腺の透過線量と、この福島の1080年の透過線量を比べますと、かなりこちらに低い人、福島の方がかなり低いということが分かっております。ここは線量、こちら右に行けばいいことから、これは人数ですので、一番低いところに行くということであります。まあ、あとはこのように、今年のこれはですね、5月末、ですね、アースケア、国連科学調査委員会のプレスリリースというのがこういうふうに出されたんですけど、これ、日本語で出てきますけど、このような影響を受けやすい被災地の最大数十ミリシーベルトでほとんど50ミリシーベルトを下回ったという推計を発表しています。ただ、その委員会で言っているのは、事故当時、周辺住民が素早く避難したことで、被爆線量は10分の1程度に減ったと指摘、放射線物質で汚染された食品の摂取が早い段階で進めたことも被爆の低減につながったというふうにコメントをされているようであります。で、体内に取り込まれた放射線陽性による放射線量が多ければ、その量に比例して子どもに甲状腺がんが発症することが分かっています。100ミリシーベルト以上か、200回に2000くらいが直線的に分散されるというふうに思います。チェーンの部位と比較して、福島ではこの放射性要素による被爆線量は少ないと想定され、もしそうであれば、甲状腺がんの増加の可能性は低いのではないかということが一つ考えます。やはり被爆線量、あとはチェーンの部位に比べて高揚度の関係であるという特徴も行われます。けれども、当然ながら低いとは言っても、放射線被爆の影響が即座に払拭できたわけではございません。で、子どもたちに将来、甲状腺がんが増加するのではないかという不安は、保護者の皆さんに常に、あります。で、私ども県民健康調査、甲状腺の詳細調査ですけど、これが開始された。現時点での甲状腺の状態を把握する。で、今後甲状腺に変化があるかないかを長期にわたり観察する。
観察するだけでなくて、もし、その間に、治療が必要な人がいれば適切に治療して対応するのであります。で、なぜ甲状腺の検査が必要なのかということですけど、ここまで話しましたけど、日本における小児甲状腺腫瘍の今日、疫学の先生いらっしゃってますけど、疫学調査は今までされておりません。今まで施行していなかった検診を行うと、ゆっくり育つ甲状腺腫瘍が無症状の早い時期に多く発見される、いわゆる検診効果です。これは検診を始まる前に作ったスライドでずっとこの話を続けてますけど、これは我々の専門家の間では、まあ、常識というか、こういうことは想定されるので、なるべく早くやらないと、後でやったときに増えたということが出てきますので、検診効果があるということは容易そうです。で、今後、放射線被曝による発症の増加があるかないかを確認するために、現在の甲状腺の状態を把握することが重要。タイムマシンに乗って震災前に戻ることはできないので、できるだけ近い時期ということはそうです。で、県民健康管理調査というのはこのような形で、先ほど大学学生には出ましたけど、基本調査は福島県民全員がやります。その他、4つの詳細調査があって、その1つに甲状腺の検査が、18歳未満の、事故当時18歳以下です、未満です。18歳以下であった福島県に居住もしくはその時いた人たちを障害病になって検診していくというシステムであります。で、これ、その当時、我々ですから、なるべく急いでやりたいということだったんですが、事故当時はそれどころではない、もう大変な状態で、今、アドバイザーの細井先生いらっしゃってますけど、震災当時からずっと先生も詰めてくれて、そういう対応してた中で、こういうことはその次のプロジェクトだったと思うんですけど、でも、できるだけ早く対応しようと。で7ヶ月目にやっと開始ができる。こんな形で、まず1ヶ月ほど福島以外でやって、その後はやはり受診者の利便のために出張検査を中心に行う。で、検診計画はどういうふうにするか、これも我々勝手にすることはできません。やはりどのくらいの制度でやったらいいか、どういう人でやったらいいかというのは、支援の7学会だったんですけど、その学会の専門医に集まってもらって、どういう人を一時検査したらいいか、どういう人を二次検査したらいいか。判断と後で言ってみていただきたいんですけど、こういうことを、中心、専門医を中心、全員が専門医ではなくて、専門医が指導して、自分の部下を連れて一緒にやるということもありますし、その後、将来のこともありますので、どんどん協力するということもありますけど、こういう形でやっています。で、甲状腺検査の流れですけど、一次検査は、結節や膀胱をスクリーニングする。これは、ここで診断をするものではございません。診断は、ここじゃなくて判定委員会のことです。まずはここでスクリーニングして、こういう判定基準で分ける。後で申しますけど、BC 判定になれば二次検査。二次検査のことはもちろん。これはパソコンじゃなくて、ポータブルの方針を作る。で、そういうものでやるということです。で、判定基準ですけど、ABC と言います。BC が二次検査が必要なものですけど、なぜ C をするか。C は直ちに検査をする。我々もそうですけど、通知をもらったら、そう明日にでも検査に行かないと大変なんじゃないかと、非常に心配されると思うので、まず、直ちに必要な人は、前もって通知前に電話もします。で、ということを承諾していただいて、通知を送ります。で、B 判定の人には、そういう指示じゃないということを理解する。ということで、まず、通知をいただいてから、我々と予約を取り合ってほしい。で、サイズが 5.1 ミリ以上の結節、または 20.1 ミリ以上のものということです。A 判定は、A1 が膀胱や結節を認めないもの。A2 は膀胱があっても20ミリ以下の、結節があっても5ミリ以下の。ただし、これは、A2 相当でも明らかに、2年後の検診では不十分ともらうのが B 判定になると思います。ですから、そうでないものはみんな、2年後に来られる、もう1、2回目の2回り目の本格検査の検診を受けるということになります。で、また膀胱内に充実部分があるものは全て結節に入れる。どういうことかというと、これはよく学校の説明会で使うんですけど、結節ってしこりがこれ硬いんですけど、悪性も良性も、そうつるっとしてても悪性もありますが、膀胱というのは液体だけのゼリーが入っているものです。液体だけのこれはいくら細胞侵襲の細胞が出ません。で、これが充実部分を伴う膀胱、エゴのミックスとパターン混在してるんですけど、これには悪性と良性が起こります。
で、これをもう放って入れてしまうと、これも全部調べなきゃいけない。で、それは同じ結節の方に入れます。で、ここの大きさで測るんじゃなくて、大きめにこの脳胞全体で測って結節として、B 判定になるかどうかを取る。実際はこれは脳胞で、ゼリー型のコロイドの方というのは、これを多数なんですけど、これはいくら測っても陽性でしかないです。で、まあ、そういうことで、今回はこちらを全て結節として、脳胞というのは、まあ、陽性と考えられるものだと脳胞という言葉を使っていくことで、これは大きく違うので、ですから実際こういうふうに脳胞の中にこう、周囲にポチッと仕込みがある場合は、これはここを陽性化するか調べないと分からないので、それが今回は結節に入れたということです。で、次ですけど、この共同脳胞、こういうのが多発するのは実は、後ほど申しますけど、特に学童期の子供たちに非常に多いです。で、学年が上がるほど数が多いです。下も多発して、3人以下のものを多発するというのは非常に多い。実際の診療ではこういうのを検査をする。針を刺すこともありません。その場であってもそれは治療することはないのであります。で、全体の抑えには非常に少ないということが確かにあります。で、もう一つ、決して間違えられているのに、伊藤線がある。伊藤線というのはもともと、その前胸鎖骨の下にあって免疫の落ちさせるので、大人我々は脂肪化に変わっててほとんど分からないですけど、子供は非常に生まれた時免疫が非常に大事で発達しています。それが甲状腺のこれ、こっち胃腸球、こっちが頭が甲状腺の下について見えたり、脇までこう出てきたり、中には甲状腺の中にこういうのが入り込んで残っているものです。で、年とともに消えていきます。ゼロから5歳に来る。で、ここから一時検査の実施状況ですけど、ちょっと暗くて見えにくいんですが、24万弱、この9月30日現在で終わっています。で、対象の大体ここでは 82.4% 実施できます。で、その判定結果が出ているものがここにございます。で、A 判定の位置、A1 が 53.9%、A2 が 45.4%、B 判定が 0.7%。C 判定が1年に23年度、24年度、25年23年度は、いわゆるこの空間線量が高い地域から検査が始まりますので、国指定の避難地域等の人が23年度で、24年の3月生まれで、24年の4月から今年の3月まではその中通り、この領域の人をやりまして、今年の4月からは須賀川、相馬新地をはじめ、その後この県内地域をやりまして、現在は会津地方をやっている。来年の3月で一回り終わる予定でございます。で、今の判定はもう一度、もう一度お話しますけど、これもちょっと暗くて見づらいですけど、結節と脳胞の話で、結節は当初は1対1くらい、0.5% くらいあって、0.5% くらいが実際だったんですが、最近は若干 0.7 と 5.1 ミリ以上の人が若干 5.1 ミリ以上は A2 か B 判定になって 5ミリ以下は A2 判定になります。脳胞の大半は20ミリ以下で、これが全部 A2 判定になります。で、20.1 ミリ以上で B 判定になる脳胞は極めてですけど、これは悪性を疑って B 判定にしているんじゃなくて、あまりにも大きいものはいくら陽性でも水を引いてあげようという根拠で、お呼びしています。で、結局のところ A2 判定は脳胞によって、B 判定は結節に多いというふうに、ご理解いただければと思います。で、そこで年齢別の治療によると、これ年齢が、だんだん上がっていくと、で男女で分けてますけど、 A 判定は0から5歳に極めて多い。年齢が上がると A2 が増える。で、ある程度のピークが来て、今度高校生になるとちょっと下がっていく、そういうピークです。で、A2 は13から15でピーク、その方が A2。B が思春期以降、ここがプロットでのところです。年齢とともに増加します。精査は A2、B とも思春期以降、女性に有利であるということは変わります。で、これは、今日はこう、大雑把な年齢でしますけど、1歳ごとでもきれいに階段状況があります。我々検診に行っていると、小学校で学年が変わるために、A2、脳胞の頻度がどんどん増えていくというのがあります。で、A2 の判定はですね、福島では45度、多い、多すぎる。これは放射線の影響じゃないかと心配される方がいて、じゃあ我々いつも見てるものですよって言っても、なかなか数字として出てしまいますと、これはもともと今までは1ミリまで見えるもの、我々1ミリまで見えるものを見えていると、ほとんどが3ミリまでなんですが、そういうものは論文に書くとほとんど
捉えてない、もしくは古い論文は5ミリ以下のものがほとんど見えてないということがあるので、大きいのしか論文に書かれてないので、比べる論文だと頻度が全然違うんじゃないか、高いというふうに言われます。で、実際これは環境省が日本郵政工業船商売学会に委託しまして、福島と同じ方式で、長崎県、山梨県、青森県、これは0歳からは残念ながらできなかったです。4歳から高校生までの4365年をやったら、B 判定は福島より高かった。B 判定 1% 高かった。A 数も高かった。あまり変わりがないということで、他に諫早の先生は、うちに検診して普及した先生なんですけど、自分の病院でボランティアで子どもたち、職員の子どもたちを確認程度、エコーでやったら、A 数判定は 41%。伊藤病院も今まで小児の小児さんをやった人が何度もありませんと書いた人の写真を見直すと3000名近くですけど、濃厚が 35% に見つかる。そういうものは通常指摘してないというのだということであります。で、これをもう一回グラフにまとめますと、3件調査のが4歳以上なので、先ほど言いましたけど、0から5歳は A1 なんですが、4歳以上ですので、若干 A1 が少なくて A2 が増えています。非常に似通った。ですから、これが若干多いかなというのは考えるんですけど、こういう福島が、高齢者の影響が全くないと思われるこういう地域でも、そのぐらいあるということは、で、実は全国でそういうのがなかったかというと、これはですね、ジャーマニー92年出たと思うんですけど、やはり何かしら検査をやってたわけです。で、これは 4.5 年後に、5歳、10歳、4歳、50歳の核グループで、何百人かずつ、ちゃんとした超音波と触診の検診をして、この非汚染地域、汚染地域で比べたわけですけど、甲状腺のテスト、いわゆる我々でいう D 判定ですね、D 判定の頻度には差がなかったということで、チェノビリオのここでは放射線の影響というのは、この時点では言ってないですね、テストですね。こういうこともあります。で、我々ここから、先ほどの一次検査の結果ですけど、判定は、その場で返さないというのはなぜかというと、検診であることと、間違いを起こさないように画像でもう一度判定委員会を行って、普通の専門医で見ています。一周やっています。で、この普通の専門医の合議で、決まらないものは、学外の専門医に、見てもらうということを最初の頃は何度かしましたが、最近はもう多数見てますので、そういう機会はほとんどあります。で、検診の実態ですけど、こんな風な分析をそれぞれ作ってやる。最初は5ブースくらいを中心にやったんですけど、最近は場合によっては6ブース、7ブース増やしてやる。で、実際こうやって待合室で説明をする。で、こういう絵を見せながら、と、待たせて説明をして、中待ち合いでもう一度待って入る。そんな頻度を作ったりする。学校では先生に出てきていただいて、一緒に国にこういうアドレスを取り出して、職員が説明することを先生が一緒に立ち会っていただいて、やると。中学校も行いますし、やると。で、機材は、運送を運ぶ、その都度話すことができる。あと、こういう技術の設定というのも、我々の事務職員等が、毎日。で、二次検査ですけど、二次検査は、超音波検査を申し入れる、立て設定機能検査であるんですが、この二次検査をやっとすぐに細胞診をするわけではありません。ここが一番大きいやつです。診断基準を見ます。二次検査イコール細胞診で弱くという意味であります。もう一度超音波検査をやって、診断基準が超音波の検査だけで陽性と思われたものは経過観察です。で、診断基準で細胞診までしないと弱くがわからないよというのが細胞診であります。で、細胞診で陽性と出れば経過観察です。これは検診までは間隔が長いので、保険診療という形で、人によっては3年、多くは半年から1年という人が多いようです。で、悪性を高いとなれば、基本的に甲状腺の場合、悪性を高いというのは、手術療法を進めるのが一般的です。ただ、極めて小さいものがあれば、経過観察をする場合もあります。で、そういうことを話して、十分な、このようにプラス、検査をして、どの程度の進行具合かというのをよく、お知らせして、それによって、ご本人やご家族が手術や経過観察を選ぶということになります。2012年3月から市内大病院の委員会になりましたけど、今年の7月から高齢者の予約診療の委員会が開始されています。で、先ほど言った診断基準というのは、
あこの超音波バイオミン、これは、昨年、出版したんですけど、実はこの、中に盛り込まれて、この診断基準、これも私、認証してるんですけど、2011年の1月の超音波医学雑誌に、掲載したもので、2010年の秋にできたものです。で、これも、この診断基準も、その福祉は全部、2010年に内科、外科、超音波の専門家のコンセンサスを全部得た上で、ですので、当時練習場だったんですけど、これは決して今回の子どものために作ったものではなく、日本の診断基準です。超音波の細胞診として、脳胞内に充実分があるかないかがあったんですけど、今回の検診に使うために充実分のありを一時検査でやっていると判断ですので、これだけを充実性病変に回した。で、二次検査で詳しくなる。そこだけが超音波検診、今回の検診で特化してしまう。あと、この細胞に関しては、大人も子供も一緒です。で、10人まで磨くといいよという人もいっぱい日本ではいたんですけど、まだ5人以下も徹底的に刺すという人もいて、その後申しますけど、一生変わらない潜在がん、自分を全うしても見つかるがんが5ミリ以下に非常に多く見られるということがありますので、5ミリ以下を取るというのは慎重にした方がいいというのは、日本人の先生方の多くのコンセンサスを得られます。5から10もコンセンサスを得られつつありますけど、全部ではない。やはり、ほっとくと悪くなって、転移して、遠隔転移、肺転移や腰転移をする人はもうダメだって言ってます。で、ここはじゃあ、どういうふうに選べればいいかということで、この診断基準の悪性はほとんど、下に丸がつくような人は細胞を使用して調べる。それ以外は、経過観察で大丈夫だ。で、10から20になると、この悪性疑いが1個でもあれば、細胞を使用します。12を超えると、急に、体調が変わる。で、20人を超えたら、この超音波所見にかかわらず細胞診がしましょうという。大きさというのは非常に重要であります。ですから、二次検査のたまりの幅を持たせているわけで、全ての細胞診の対象となっているわけではないということをご理解いただければと思います。で、実際これは二次検査の結果ですけど、これも対象が1559人中 73.6% がもう実施されます。そのうち診断が確定したのはこの897人で、そのうちの33%、いわゆる3分の1は A1、A2 と時間が経ったせいで縮んだ人によれば、ギリギリ A2、A1 か B かはっきりしないと、意見が分かれたものがみんな B にあるわけで、やはり最終的に時間と成分の1音波と2度見るということで、どんな診断もそうです。診断を重ねて時間が経てば経つほど精度が上がりますので、こちらはダウンステージです。もともと B だったのは A1、A2 の人は3分の1。この方は通常の検診で十分だということになります。そして、こちらの通常診療等に行く人はどういうことかというと、その前に、エコーをやって、この3分の2の人はエコーをやって、この中の 54% は細胞診をしなくていい、その場所だけで計算。で、46% は細胞診までしなきゃいけないという基準に入っています。で、これを、その中で、270、その細胞診した中で、59名の悪性内視悪性疑いという基準です。で、その中でもすでにこの9月30日時点で、手術が施行されて、病理診断が確定した人は20名。で、陽性が1名。で、入党がここ書きましたけど、1名まだ、もうちょっとコンサルトしてて、はっきりしない人がいますから、こういう点では確実ですので、入党は25名、1名公表されたというふうにしていただきます。で、男性、女性が25対30。で、平均年齢は15歳。震災当時で 14.8 歳、15歳です。で、平均使用例は 14.9 人、15人です。一番小さいのは 5.2 人。で、一番大きいのは 40.5 人であります。で、その震災当時の年齢分布と成分布を見ますと、ここにも11歳以上、出身以上の人がおって、実際診断されているのは13歳くらい。で、一番大きい人で21歳の診断されているということです。これをチェルノブイリと比べてみますと、チェルノブイリで被爆をして、放射線の被爆の影響で発症したと思われる被爆群と言われている人たちの被爆時の年齢が0歳の人が一番高齢者が発症していまして、だんだん減っている。0から5歳に一番多い。で、これ7年後のデータですので、7歳くらいの人が一番多い。生まれた時の一番多いということなんですが、こういう、で、同じこれも非被爆の小児の高齢者の年齢分布、
11対2、こちらにもありますけど、福島の先ほどのデータもう一度見ていただくように、こちらにあって、ここに線の微妙なこういう小さい点にはいないというのが、ここで分かったと思います。まあ、あとは、被爆線量ですね、これは、基本調査の線量が、まあ、回収率が、この悪性なし悪性高いの50点よりも 35% しか提出されてないんですが、その方のうち1ミリシーベルト未満というのは半分以上あって、最大でも 1.8 ミリシーベルトということであります。あとは市町村間のデータもよくまとめていただいたんですけど、これに関しては我々はある程度途中経過ではばらつきがあったんですけど、ある程度の進捗状況になるとだん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 この川内村だけは高いんですが、人口が極めて少ないということで、例えば川内村が突然、専業化に行くと専業化があるわけではありませんので、大体この似たような地域を合わせると、その地域が変わるということになります。で、全体で 0.03% です。これが24年度のグループはどうか、この進捗率が遅かったのは大体埋まってきます。85% の自転車収入しますと、これも同じ 0.03% で、大都市部の福島郡山も同じ 0.03%。ここ変わらないということでございます。で、これはこのいらっしゃった柴田先生の何説を書いてあるんですけど、県の上でも事故も十数年経って、もう一回ちゃんとした消防検証をします。で、その時に、事故前にすでにもう生まれてた子供と、もう11歳から17歳まで、それは約1万人以上。で、事故の翌年の1月1日から生まれた子供と、1万人じゃん。で、検診をしたら、こちらに31人交流センターを使って、こちらはゼロ。ゼロというのは大きいと思うんですが、この感じでゼロということであります。で、ここに陽性に何の違いがあるかというと、接種は長いということなんですけど、事故後、すぐ消えたというのは、放射性陽性ということで、今回は肝炎症の陽性による影響が原因ではないかというのをここで、考察されているわけであります。で、実際それ、最終的に今日は出しませんけど、2006年ぐらいだと、高等研究とか、ちゃんと随分いろんなスタディをやって、線量と放射線弾道とか、有意な直線関係にあるというのを証明されたのは2006年くらいのものですので、20年くらいだと。で、ここで検診効果について話したんですが、子どもの検診効果を話すデータはありません。これから我々福島がそういうことが分かるのかもしれないですけど、大人ではどうだろう。触診に比べて超音波を使うとよく見える、見つかるということは知らないです。で、どのくらい見つかるか。超音波検診を94年に、ある、これ、文部科学省先生じゃない、違う先生が、検診センターで乳がん検診をするときに、ついでにエコーで甲状腺も見ます。その時に、10万人当たり3人くらい甲状腺がんが見つかるという女性というふうに、ご主人がんの女性ですけど、1万人当たりで350人ですから、いわゆる先輩ですね、こういうスクリーニング効果があるということで、実はこの時期に、その中の半分以上が小さいがんを見つけてしまうので、微小がんで、取らなくていいくらい小さいもので取るんじゃないかとか、いろんな議論がありまして、微小がんでも取らなくちゃいけない小さいがんがあれば、一律取る必要ないと思うので、それを彼は取らそのやった人は取らないにしても 1.8% くらい見つかるということで、非常にスクリーニング効果が大きい。で、甲状腺がんは先ほど言いましたように、生命保には影響しない人が非常に多いので、超音波検診でスクリーニングする意味がないというのは、日本の専門家の。で、我々今検診しているのは、そういうためにスクリーニングしているんじゃないので、甲状腺に病変があるかないか、長きにわたって見守るためということですので、やれば見つかるなというのはそういうことではない。で、日本での承認の検診データはありません。しかし、手の上でも非被爆というか、被爆線量が極めて少ない、グループの検診でも使用鮮明に1年に使うと、いわゆる超音波検診によるスクリーニングバイアスもその中にはあるというのは、論文の中にも含まれています。で、実際これは98人出た論文ですけど、日本の小児の甲状腺がんを集めたと、その著者の中本先生が話したんですけど、37人小児の甲状腺がんを集めるのも大変だったという。そのくらいの時期で、使用権が4件数、今回リンパ節転移 73%、甲状腺が 35%、肺転移 19%
極めて進行している段階でした。ベラルーシ、ロシェノブイの検診で、放射線の被曝で見つかっているということは 1.4 センチです。で、こちらの方はやや半径が少ない。だから、リンパ節というところがある。じゃあ、福島はどうなのかということで、ここまで超音波検診をしない。これは症状が出て見つかっている感じで、ロシェノブイの場合は超音波検診をして見つかっているので、これくらいの小さいところです。じゃあ福島の現在はどういうやり方をしていたかというと 1.5 センチで見つかっている。これも超音波検診のせいというふうに言うことがあります。で、これイメージ図なので間違いというか正しくありますけど、例えばここは時間と腫瘍のサイズがあると、腫瘍はこういうふうに大きくなるんですけど、例えばこの腫瘍で、4.1 センチという症状で見つかったのはこの辺で、超音波検診だとこの辺で見つかる。で、微小がんで10ミリまでですから、特に5ミリ以下は潜在がんが多いので、ここは取るのを注意しましょうと言われているところです。こういうところがあります。で、これが進行が早いがんはどうなるかというと、今検診で見つかったような子供だとすると、この辺で4ケースで見つかったということは、こういう増加をする、カーブをする仕様だということで、この辺で見つかっている人は確かに肺転移や淋巴節転移が多くて、やや進行が早かったのかもしれないということは分かります。ですから、そういう進行の具合とかいろんなことも見ないとわからないということです。で、ラテントが仙台湾で冒険によって初めて発表されるので、フィンランドでは冒険、亡くなった人の解剖ですけど、35.6% の女性が発表されます。この時にですね、20歳以下は 13%、ちょっと正確な数字が忘れて、10数%です、20歳から。で、10歳以下は全く認められない。で、日本人でも11から28%に認められます。ほとんどが10ミリ以下で、大半が5ミリ以下です。で、そういうことで、検診において微小がんの発表は、特に超過で見つけると、1ミリでも見つけて細胞診をすれば、それがいいかどうかわからなくても、細胞診をすればわかります。そこまでする必要がないというのは、一般的に、日本の工業さんの専門家です。世界でもそうですけど、そういうのを、こういうのを踏まえて考えます。ただ、一生変わらないがんだけでなくて、最初があるのもあるので、注意はしない。ただ、そういうものは2年置いておいても変わらないよというのは、しばらく変わりません。多くの微小がんは、ラテントがんとして権利を全うするのかなという、これは、その全うする人と全うしない人を区別するのは非常に難しい。これは我々の仕事ですけど、現時点でこれを今のところの者たちに応用するようなデータは、で、この辺が最後なんですが、甲状腺が原発事故後の影響で起こったものなんです。被爆の影響、被爆時の年齢より若年、生命を利用しているのかということで、福島での線では低年齢に比較して圧倒的に低い。最大での甲状腺の死で、甲状腺の年齢である。甲状腺が発症は、震災時、居住地域がにおける明らかな地域差は認められない。先ほど申しました通りですけど、ただ、避難などの移動がありますので、個人戦場の把握、これがさらに重要だと思います。で、放射線が診断時の年齢の分布、先ほど示しましたけど、これは放射線非被曝部位における年齢分布に近い、これは非常に大きなことだと思います。福島での放射線がこれまで本校で診断された腫瘍形よりも小さい段階、いわゆる超音波で検診していますので、診断しています。ですが、先ほど見ていただいたように、診断基準を厳格に用いていますので、取り次ぎにならないように、極めて小さいものは取らないという、厳格な診断基準を使うということは、ここに根拠があります。チェーンノブイで認められたような流動がテープ、このタイプ、今日お示ししませんけど、これがあれば放射線の被曝だというわけではありません。ただそういうような特徴があるものは、島で多数認められているということはないということです。で、これが、チェノブイで検出されたものの、実はこれ、山下先生がいただいたんですけど、すごく立派な超音波物件なんですけど、それでも、その当時の超音波の写真と、こういうふうに映ります。ここは工場さんですけど、今は工場さんで行こうと、どのくらいですか。皆さん使ってるテレビでも、パソコンでもそうですけど、新しい機械がどんどん良くなっているように、超音波も進歩している。で、超音波による高精度の検出を行ったことによって、今までは成人で認められたような工場さんが、小さいうちに、早く若年に、やや若年にですね、発見された可能性が高い。被爆と関係なく、すでにできていたものと思われるというふうに考えています。これが、福島の子どもたちの今後、見守るためのベースライン、甲状腺がんの頻度となるのではないかと考えています。で、今後の展望ですけど、ざっとこういうことです。
我々は県外の先生方にお世話になっているので、県内というか、国内の医師への講習会という施設を実際に手伝っています。専任医師の雇用促進、県外認定施設での検査実施、全国医学部長病院長会による医師の派遣をいただいています。あと、二次検査体制拠点の強化確保、あと、検診バスというのを寄付していただいて、これも、利用しています。あと、昨年12説明会をしましたが、これで住民に話が伝えられないようなことがありましたので、今はもうちょっと小さい会、学校会での説明会を実施しています。あと、私の先ほど説明いただいたように、今年の3月から高齢者内容学校、工業専門に特化した、私、外科が主任教授なんですが、内科の教授も8月から着任しています。内科外科一緒に、日本ではまず留用見ない、ここに専門にした工場です。いわゆる我々は検査だけではなくて、将来、日本中に、甲状腺の専門家を輩出する使命がありますので、そういうことも含めて、こういうことをやっています。甲状腺センターも開設して、二次検査を含め、今、甲状腺に特化した治療をセンターで、学内の甲状腺専門の先生がみんな集まっているようにしています。今の学外の外部の教授、こういうふうにいろんな派遣会を多数、支援に来てくれています。ここが返すってことで何を見ていただくというんですけど、半分は県外に移動している。これをできるだけ、来年度から県内の医師に、できるように今講習会をして暫定的な試験をして、やろうということもあとは学外の避難状況は県外の避難状況ですけど、これ当初2万人程度、その後どんどん就職進学でもどんどん県外に出てますので、そういうことを加えると県内でも各県の先生方に見てもらえるようになって、各県少なくとも1つ最低1つ、人口のところは何か所か認定施設で県内も見てもらえるようにしています。あと最初この県外検査東京大で始まった時に我々も手伝いましたし、新潟県で我々こうやって検診バスもらいながらバスを借りてこう機材を運んで雨の中やったんで、多分気の毒だと思ったのか取材していただきまして、テレビにとか新聞に出ましたら、どうも、非常に検診効果があったようになります。あと検診バスがこういうロータリークラブとラインズクラブからそれぞれ2台の保証バスも起床されている、それを有効に活用しております。これは米沢に避難されている人たちを検診するためにまとめて、われ時々土日の休みを使って、なけなしの土日なんですが、相手の日を使って、なかなか就職してないところの県外のお子さんたちの検診、それが今年の4月で、これが6月は山形県で、7月、8月は暑かったりすると、川崎市、神奈川の子どもたちが多数まだ検査が進んでないということでしたので、やっております。まあ、今後も機会を見て、こういう検診バスでのサポートというのも考えています。で、学校説明会って、こういう番号数というのは順番です。で、計8回いろんな地域でやりました。で、人数の会談ですけど、これだけではなかなか全てのお母様たちに話が伝わらないだろうということで、今は学校も小さい単位ですけど、メートルがあって、我々は資料を作りまして、私は行く日もありませんので、ビデオで参加してますけど、同じ資料で、で、直接、特にお母さんになっているうちの先生とか、そういう先生たちに説明を、丁寧に説明していただいて、それで質疑応答するという形で、25年の6月から開始して、今76校、まあ、これからもどんどん進めますけど、こういう感じで、膝を突き合わせられるような形での説明をするという形になります。で、これは先ほど言った高齢者センターが12月2日、会所支給しました。理事長と副院長に、で、理事長の会議会が選択されて、こういうところに我々のスタッフが集まって、安倍政権と一緒にみんなが集まって、こういうふうにセンターを発信して、こういうスタッフで判定委員会だったり、二次検査だったりしております。まあ、これは震災直後、私の姉妹大の講義はですね、それぞれのみんな全国で、説明責任がありますので発表してみました。私も最初にこうやって安心して進める福島というものですということで報告したのを、まあ、信頼していただいたんですけど、こういうことで我々の党員はいろんな私だけじゃなくて全ての会員人間が機会あるごとに学会等で報告しながら福島のイメージを語ってまいりました。まあ、そういうことで話があると思いますけど、以上でございます。どうもありがとうございました。
Thank you.